北条文也は、大阪府堺市南区出身のプロ野球選手。宇藤右内。阪神タイガース所属。厚生学院時代小学校4年から野球を始め、堺市立三北中学校時代は、オール、狭山ボーイズに所属していた。中学校の2学年先輩に123神太子が、小中高時代のチームメイトに、田村隆博氏がいた。 厚生学院高等学校では1年からベンチ入りを果たす。2年夏には第93回全国高等学校野球選手権大会に出場し、チーム最多タイの8打点を記録し、チームも準優勝した。明治神宮野球大会では打率45、455、一本類打7打点の活躍で優勝に貢献。上村学園高専では、 大会史上初の逆転サヨナラ満塁ホームランを放った。第94回全国高等学校野球選手権大会では、第67回大会の清原和弘に、あと1と迫る1大会4本塁打を放つなど4番打者として活躍。決勝戦では、後にプロでチームメイトとなる藤波慎太郎を擁する大阪桐蔭高校と、 対戦するも、4打数無安打に三振と抑えられ優勝を逃した。甲子園大会では2011年夏から2012年、春、2012年夏と3期連続で準優勝を記録するなど、手法としてチームを引っ張った。高校通算25本塁打。甲子園、通算29打点は、清原と並んで史上最多。第25回トリプル a 世界野球選手権大会の、 日本代表に選出され、世界大会を経験した。2012年の NPB ドラフト会議で、阪神タイガースから二巡目で指名され、契約金7000万円、年俸720万円という条件で入団した。背番号は2。2013年には遊撃手として、ウエスタンリーグ公式戦84試合に出場。打撃面では打率19。199。 一本類打20打点、守備面では18失策を記録した。シーズン終盤から参加した宮崎フェニックスリーグでは実戦で2類や3類の守備も経験した。現状維持となる推定年俸720万円で契約を公開した2014年には7月17日に長崎ビッグエヌスタジアムでも要されたフレッシュオールスターゲームでウエスタンリーグ選抜の 5番、二塁手として、スタメンで出場。同リーグの公式戦では、102試合に出場すると、共に打率。259、日本塁が、23打点、リーグ最多の52支球を記録した。9月29日に、プロイリアと初の一軍昇格を果たしたが、一軍公式戦への出場機会がないままシーズンを、終えた。11月に、 台湾で開かれた第1回アイブフ2 1ーワールドカップでは日本代表の一員として全8試合に出場。打率304、1本塁打、8打点という活躍で2類種部門の大会ベスト9に選ばれた。オフに10万円増となる推定年俸730万円で契約を公開した2015年には前年のシーズン終了後に 声優劇種の鳥谷隆がメジャーリーグへの挑戦を視野に海外 FA 権を行使したことから鳥谷の後継者の一人として期待された。鳥谷は春季キャンプの直前に残留を表明したものの、プロ入り後初めて春季キャンプを一軍で迎え、オープン戦の終了まで一軍に帯同した。しかし、オープン戦で打率067、0打点と低迷したため、 公式戦の開幕を二軍で迎えた。二遊間をポジションとする内野手が複数名加入したチーム事情を背景にウエスタンリーグ公式戦の序盤は三塁手としてのスタメン出場の機会が例年より増加。打撃も好調でクリーンアップにもなお連ねるようになった。公式戦通算ではリーグ最多の112試合に出場。打率243。 チチーム2位の10本類がチームム位のの本打点を記録した。5月31日の対中日ドラゴンズ戦では3番打者としてスタメンに起用されると4番援護手オが5番梅野龍太郎とのクリーンアップによってチーム35年ぶりの同リーグ公式戦3者連続本塁打を達成している月日にシーズン初の出場選手登録を果たすと 5月28日の対東北楽天ゴールデンイーグルス戦5回裏に代打で一軍デビュー。この打席で一塁へのファウルフライに終わり、5月29日に登録を抹消されたため、一軍公式戦への出場は、この一打席のみにとどまった。オフに現状維持となる推定年俸730万円で契約を公開した。2016年には前年に続いて、 春季キャンプから、オープン戦を通じて一軍へ帯同。13試合に出場したオープン戦で打率、333を記録したことを背景に、自身初の開幕一軍入りを果たした。4月3日の対横浜 DNA ベイスターズ戦では、7回表に、藤川球児の代打で出場すると、一軍公式戦での初安打を、石田県内からのソロ本塁打で記録した。 公式戦の開幕当初は、ダイソーや守備要員としての起用が多かったが、4月10日の対、広島東洋カープ戦での1、軍公式戦初スタメンを皮切りに、2類種や3類種として、スタメンに定着。鳥谷が不審でスタメンを外れるようになった7月下旬以降は、大半の試合で、遊撃手として、スタメンに起用された。特に、シーズン終盤の多くの試合で、 工場が遊劇種、鳥谷が三類種として、スタメンへ同時に起用された。8月は月間打率311と好調で一番打者に定着。8月10日の対広島戦では、勝ち越し点を挙げる活躍で、自身初のヒーローインタビューに臨んだ。9月24日の対中日戦では、一軍では、 初めての2試合連続本塁打を記録すると、次の打席で放った2塁打で、シーズン2算の安打数が100本に達した。高校から直接、ドラフト会議での指名を経て、阪神へ入団してから4年目以内に、一軍公式戦で、シーズン100安打を放った野手は、藤田平、掛布正幸、新庄剛志に次いで4人目である。シーズン全体では、 出場選手登録を一度も抹消されないまま、一軍公式百1 2 2試合に出場。内野手としては、チーム最多の12失策を記録したものの、シーズンの規定打席に迫る打席数で、105安打、打率、273、5本塁打、33打点という成績を残した。二塁打数は、通算25本で、自身の目標だった。 坂本のブレーク年の24本を上回った。また、チーム2体の6盗塁を記録するなど、リードオフマンとしての役割も果たした。オフに、1470万円増となる、推定年俸2200万円で契約を公開した。2017年には、鳥谷が遊撃手への復帰を強く望んだことなどを、背景に、春季一軍キャンプの期間中から、鳥谷との間で、 声優劇で争いを展開。チーム最初のオープン戦だった2月25日の対、北海道日本ハムファイターズ戦で日本塁打を放つなど、体格や長打力が大きく向上したことから、一軍監督の金本智明からキャンプの筆頭 MVP に選ばれた。オープン戦以降は打撃不振で一軍開幕戦から、 レギュラーシーズンの初安打までに14打席を要したが、主に6番、遊撃手としてスタメンに定着。4月9日の大巨人戦では、プロイリアと初の1試合2本塁打を記録した。以降の公式戦では再び打撃が振るわず、新人の糸原健人が遊撃手としてスタメン出場を増やした影響もあり、6月30日には2シーズンぶりに出場選手登録を抹消。 あとに、糸原が故障で戦列を離れたため、7月21日から一軍へ復帰した。復帰当初は、ヤマトが遊撃手として、スタメンに起用されていたが、ヤマトが故障で戦線を離脱した8月中旬からは、スタメンでの出場を再開。8月18日の対中日戦では一軍、公式戦4ヶ月ぶりの本塁打を放ち、13試合連続安打も記録するなど、 スタメンへの復帰当初は打撃に復調の兆しが見られた。以降は、攻守で再び制裁を欠いたため、大和の実戦復帰を機に、9月7日付で登録を再び抹消。そのまま、レギュラーシーズンを終えた。一軍公式戦には83試合の出場で、打率210、3本類打20打点と、成績が軒並み低迷。 チームのレギュラーシーズン2位で迎えた DNA とのクライマックスシリーズファーストステージでは出場の機会がなかった。オフには推定年俸2000万円で契約を公開した。2018年にはヤマトが前年のシーズン終了後に国内 FA 県の講師によって DNA へ移籍したことから春季一軍キャンプで声優劇種の座を糸原や上田海などと争ったが、 公式戦の開幕を2シーズンぶりに2軍でスタート。5月31日にシーズン初の出場選手登録を果たしたが、1軍公式戦5試合の出場で5出す無安だと、振るわず6月12日に登録を抹消された。6月22日の再登録後は打撃が好調で2番遊撃手として再びスタメンへ定着。7月には16試合の出場で、 月間打率が400に達したことからセントラルリーグ月間 MVP の候補に名を連ねた。9月14日の対ヤクルト戦4回表の遊撃守備中に井野拓が放った頃へのダイビングキャッチで左肩を強打。そのまま単価に運ばれて退場すると9月15日の診察でアダッキューが判明したため同日付で登録を再び抹消された。 シーズン中の実戦復帰には至らなかったものの、一軍公式戦には通算で62試合に出場。結果として打率322という好成績でシーズンを終えた。オフには600万円増の推定年俸2600万円で契約を公開した。2019年は82試合に出場し、打率2割4分7輪、5本類打、20打点。遊撃。 三塁を守り、先発出場は47試合であった。12月10日に200万円アップの推定年俸二2800万円で契約公開した。2020年は40試合出場、内先発23試合、打率、192、日本塁が7打点に終わった。12月1日、背番号が26に変更されることが発表された。12月10日、 600万円減となる年俸2200万円で契約を公開したコンパクトなレベルスイングから質の良いライナー性の打球を広角に放つ。選球眼も高く、打席内での粘りやしぶとさ、いやらしさも高く評価されている。高校時代には長距離打者として活躍し、坂本二世とも評されたが U-18 日本代表で、 打率1割台に終わるなど木製バットへの対応に苦戦し、プロ入り後も高校時代の名残からバットがやや外回りする癖が指摘されている。プロ入り後は自ら長打狙いを捨てることを決断したが、金本智明からは正気用に、こじんまりと無難にはならないことを期待されており、金本の一軍監督在任中には長打力を伸ばす指導もたびたび受けていた。 堅実さには欠けるものの、内野守備総類コーチのくじてるよしからは、取る、投げるといったトータルの能力は安定していると評価されている。三つ上の兄の影響で4歳から体操を習っており、小学3年時には鉄棒の全国大会で2位に入賞。半身入団の時点ではバック転ができることもアピールポイントになっていた。 阪神入団後のオフシーズンには、自身と同じ関西地方出身の高卒内野手である、山田哲人や、オールサヤマの先輩にあたる川端慎吾らとの合同自主トレーニングへ臨んでいる。オフシーズンへ入るたびに障害児入所施設や、母子医療施設を訪問しており、2018年には、社会貢献活動に対して球団から若林、ただ師匠を授与された。 授与時点での年齢は歴代最年少の24歳で高校から直接阪神へ入団した選手の受賞は初めてである。2019年12月26日一般女性と結婚したことを発表した。ありがとうございます。